先生のこと。はい。私先生のこと本当に好きですから。動かさなきゃ増えていかない。でなきゃただの紙切れだという私の考え方も。あなたがいつまでもあんな小娘相手にグズグズしてるんじゃ、私だって我慢の限界がある。いやしかし大山君、はい、早急に頼むわ。かしこまりました。じゃあ何先生、そっかの虹の湯の資料をいただけますか。資料確かに辛いんですよ。じゃあ早速。ただいま。お帰りなさい。お帰りなさい。先生、なんだ。あのさっき大山先生から電話ありまして、これ並木先生に引き継いでいただくようにと。大山先生も困ってたゴルフ会員権の詐欺事件だそうですけど。どうしても銭湯をやりたいというのであれば、それはそれでいいんですよ。まず立ち退きなさいね。で保証金をもらうんですよ。で郊外に行けばいい。そこでまた銭湯を始められるんです。わかりますよこの理屈。もしもし、もしもし、あっ、あいい加減にしてよ。おトイレもさせないと。おトイレさせないって日本もないよ。おしっこをさせないでしょ。まあ、なんとどうだっていいや。その立ち退きだよ、まず。いいですか、立ち退きだね。もう来たよね、帰ってよ。帰らないと警察呼ぶわよ。やりがいがあるな、みちさん。ほっ、冗談じゃないわよ、あんな男よこして。先生、卑怯な真似やめてください。引きよ先生、そんなところにふんぞり返ってるけども、あの大山って人を使ってあんな嫌がらせをさせるなんてひどいんじゃありません。嫌がらせ、嫌がらせもう。どうしたんだ先生。この人ね、昼みたいにぴったり私に張り付いてトイレまで一緒に来るんですよ。あんなの暴力ですよ。トイレまで先生がやらせてるんでしょ。成人君子みたいな顔してやることといったら陰険な弱い者いじめなんだから、もう最低。浅井さんちょっと、ちょっと、弱い者いじめでもなんだ、侮辱だ、取り消しなさい。偉そうに、取り消しなさい、侮辱だって。侮辱を受けてるのは私の方ですよ。あんなぐじゅ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 昼みたいな嫌がらせ立ち退かせようなんて。いや、これが事情があるんだ。もう事情なんか聞きたくありませんよ。あんな嫌がらせで、あんな陰険な嫌がらせもう始めてるじゃないですか。ちょっと待ちなさい。だから事情を聞きなさいと言ってるんだ。もういいです。僕はクビになったんだ。クビだろうが何だろうが、首？そうだ、僕はクビになったんだ。担当は大山君に変わったんだ。僕は成果上げられなかったからね。だからこれからは大山君と話し合ってくれ。いいね。じゃあ私たちはどうなるの。私たち、あ、you、yeah.
ですよ。はい、起きてくださいね。ちょっと、どうしてここにあがってるの。あ、いや、先生、目が覚めました。私、この前言ったこと本気ですから。あんて寝ちゃって、こいつ。こいつじゃないでしょう。いや、自分でやりますよ。はい、あの、朝ごはんすぐできますから。え、参ったな、これ。そして私はレースを編むのよ、私の横にはあなた、あなた。お父さん、男三人でやっていくって決めたでしょ。あの人、家政婦さんに決めたの。決めたわけじゃないよ。ルルルルル。さあ、できましたよ。はい、たつきちゃん、けんじちゃん、早くしろよ、遅刻しちゃうよ。はい、座って、先生も座って。はい、ハンバーグにサラダに煮物にスパゲッティ、ハムエッグにトースト、好きなもんからどんどん食べてね。純子さん、困りますよ、こういうの。遠慮なさらないでください。こんなの朝飯前ですわ。つまんないシャレ。はい、ほら、早く食べてね。取ってあげようかね。トマトは一つ、これ二つ。木造で40年にしては意外としっかりしてるよね。もういい加減にしてくれませんか。食事中なんですよ。いい加減なんかできるわけないですよ。ちゃんと調べますよ。私のこと気にしないで、どうぞ箸進めてください。先生、ね、今日晩ご飯何になさいます。いや、結構ですよ。あ、カレーにします、ハンバーグにします。いや、あの、今夜本当に結構ですから。あら、そんな影響なんかなさらないでください。私、本当に今夜からの絶対お酒飲みませんから。まあ、それともかくですね、あの、ちょっと今日はあの、子供たちと外で食事することになってる。あ、どうも、おはようございます。おはようございます。お世話になっております。さあ、行きましょうよね。何が。一番様、私に言うこと聞きなさい。いやー、触りしてくださいもう。なんだ。純子は？先生、急なお仕事で、ゆうべも徹夜で、今もお宅でお仕事なんだそうです。純子が徹夜で仕事するなんて珍しいよね。さっき、あと少しで終わるので、電話があっても回さないようにと連絡がありまして。なんだ。これがね、千葉に用意した家のパンフレット。どう？見事な建て振りでしょ？ね？この歩いて20分のとこ何があると思う？海があるの。いいなぁ。もう隣の隣がね、農家でしょ。だから毎日新鮮な卵がね、食べられちゃう。新鮮な卵で私の人生変えろっていうの？適なこと言わないでよ。いや、そうやってね、卵を割って飲んでる。そういう時ほどね、立ち退いてよかったなっていう実感がね。だったらあなたが立ち退いて卵売ればいいでしょ。顔色も良くなるわよ。打てば響くな、ミチさん。キミちゃん。はい。大山君から何か連絡入ってない？直接虹の湯へ行くって連絡入りました。あ、そう。ポケットベル持ってらっしゃいますから、電話で連絡取りましょうか。いい。先生、私が今その見に行ってきますか。いや、いい。ちょっと出てくる。あー、もうなんか家庭に入るのって暇ね。お前ね、家庭に入るってのは家の中入れいいってもんじゃねえんだぞ、お前。ガラくん、この家にはさ、お母さんもお姉さんもいるし、私何もすることないもん。あー、早くマンションに引っ越したいな。ただいま。おかえりなさい。お疲れ様です。あら、あんたまた会社サボってんの。なあ、これサボってんじゃねえよ。こいつがちょっと調子悪いもん。なえ、ま、ええ、そうなんです。調子悪いの。はい、ほら、あの人一生つわりやっててないの。うん、おねえも嫁行きゃあの辛さ分かるんじゃねえの。なんだって。おい、大丈夫か。病院行くか。病院ちょっといいか、おいで。なに、もっといい。
なバカ違う。なんだよ。母さん、あつこさん異常体質じゃないの？異常体質って？だってせんべいバリバリ食べてる上には自分が都合悪くなると、おいおいって始まんなよ。信じられる？しょうがねえだろ。つわりなんてものはな、切り物と同じでところ構わず突然出てくるもんなんだよな、母ちゃん。ね、突然は突然だけどね。母さん、鉄道とあつこさんさ、もう早く引き上げて、もうこの辺のアパートに住んでもらわない？何それ、本当つもりかよ。そうじゃないけどさ、私も朝から晩まであの昼みたいな嫌がらせと、あつこさんのおいおいって気が狂いそうなのよ。そういうの恩出すって言うんだよ。冗談じゃないよ、俺はここんちの長男だぜ。虹の湯継ぐのはお姉かもしんねえけど、朝池継ぐのはこの俺なんで。誰がそんなこと決めたのよ。虹の湯も朝池も同じなんだよ。ねえ、おじいちゃん。おう、ほら見なさい。ほら見なさいってまだ何も言ってねえじゃねえかよ。何も言ってないのはその通りだって言ってんのよ、おじいちゃんはね。ねえ、どっちにしてもさ、そのあつこさんのお腹目立たないうちに式を挙げなきゃ。式を挙げたら新婚家庭なんです。また来た。新婚さんとのはいつだって新しい家庭に住みたいものなんです。さすればこの虹の湯を立ち退いてですね。おじさん、おじ人の家族の話にそうやってごちゃごちゃと口出さないでくれます？瀬戸君、あの例のほら無断増改築の鑑定書、お姉さんに見せていただきました？あ、あれ使わないことにしました、だってあれ使って裁判で負けたらうちには一銭ももらえなくなるかもしれないって言ったじゃないですか。あの通りですから、私も弁護士として残念ですけども、そういう手を使う日が来るかもしれない。ちょっと待って、冗談じゃないよ。ただで立ち退けってのですから、示談に応じなさいって。大山さん、それもしかしてそれ脅してんじゃないですか？脅してるわけ。そんな言い方されると、もう意地でも居座りたい気持ちになっちゃうわ。そうよね。だって住んでる方が強いって、あの並木先生も一番最初にそうおっしゃってましたからね。そうだそうだ。私たち脅しなんかに怖くありませんよ。並木先生が。そういうこと。並木先生。甘いな。あの人にはまだそういう甘いところがあるんだな。おじいさん、その手甘いよ。詰将棋のプロと言われてましてね。これもあと一手で詰み。手がうずうずしちゃって、この角がなくて詰みでしょうが。この意外と簡単な手がね、これ見落としやすいの。おじさん、なかなかしっかりしてる。まだ大丈夫。これが、ここまで嫌がらせするつもりか。そういうつもりじゃない。もうお店開ける時間なんですから、もう早く帰ってください。わかりました。じゃあ、のれんを出しましょう。あ、さあ、戦闘始まるよ。ちょっとやめてくださいよ。そういう君って素敵だぜ。違う、僕は仲いますからね。もう、何で男来させて。やめけ一のバカ。正直言って、こんな風呂屋、確かに苦しいし、もうやめた方が楽だろうなって思います。私、先生のことが、昨日鑑定書見ました。でもあんなものがあっても私の気持ちは変わりませんから。お父さんだ。あの、今日レストランで食事するんだけどもな。そうだ、どっかで待ち合わせしたんだけども、どこがいいかな。お前たちが知ってるところがいいんだけども。塾が終わったら虹の部屋行って待ってるから、お父さん迎えに来てよ。に虹の湯か。あ、そうだな。よし、分かった。じゃあ仕事終わったらすぐに行くから、虹の湯の前で。はい、それじゃあ。ねえ、お兄ちゃん。何？お父さん、虹の湯っていう時どうしてニンニンに虹の湯っていうのかな。心の動揺が隠せないんでしょ。どうして？お前も大人になればわかるよ。教えてよ。じゃあ教えてやるけどさ、内緒だぞ。うん。あのな、銭湯っていうのにはな、女湯があるからだよ。だからに虹の湯。まったく、何なのよ、あの弁護士の。こいつはありゃしない。例えばですね、先日あの麻布の三丁目で古いアパートの立ち退きの問題があった時に、その時のね、条件というのを。もうやめてください。あ、私そういうの嫌いなんです。そういうのってけじめつけたら
どうなんですか、流しそうめんみたいにちょろ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 垂れ流して。そういうの私嫌いなんです。男らしくしたらどうなの。もうあの、うちの子供たち。おじいちゃん、ちょっと万歳頼むわ。あ、どうも、こんばんは。あ、爪将棋ですか。ちょっと、よろしいですか、一つ。よろしい。これをですね。ねえ。おじいちゃん。あの、おい、どうぞどうぞ先生、みち、いや、みち、並木先生お見えになったわ。いや、みちさんじゃなくて、うちの子供たち。どうぞどうぞ。皆さん、こんにちは。どう、お前たち、なんて、外で食事するって言ったじゃないか。だって、このお姉さんが食事してけって。食べてから、当人生に戻っちゃうって言うの。ケイジ、そんなこと言わなくていいの。いいですな、子供はすぐに心をつぎあえて。大山君、何してんだ、こんなとこで。こんばんは。やっぱりね、立ち抜きのね、説得っていうのは時間をかけなきゃダメ。もう泊まり込みますよ、私ここに。なんとかしてくださいよ、この座敷わらし。言えてみようよ。こういう人を野放しにしといて平気なんですか。はだってそうでしょ、一日中ぴったり私に張り付いてて。おかげさまであと一息のところまでこぎつけました。あと一息、冗談じゃないわよ、絶対立ち向きませんからね。あ、みち先生、ちょっと話があります。ちょっと来てください。ちょっと、よくしてください。ちょっと来てください。先生が裏で指図してるんでしょ。それ違う、僕はもうクビになったんです。この件に関しては第三者でしかないんだ。調子いいこと言っちゃって。だって大山さんは先生の事務所の人じゃないですか。先生の魂胆なんか見えすいてます。魂胆ってなんだ。え、だってそうじゃない、あの人を使って散々嫌がらせをして、それで私が一番めいっちゃったところで先生が二枚目ぶって登場して、どうしたんで、そんな悲しそうな顔してると君には似合わないよ、話してごらんとかなんとか言って、それでそういう甘い言葉をかけて私をコロッと騙そうと。ってそうはいけませんよ。私そういうの映画で何回も見てますから引っかかりませんよ。騙すとか引っかかるとか、どうして君はそういう風にしか考えられないんだ。そういう風ってどういう風ですか。要するに何かあったら二枚目風の男が現れて君を助けると、君はそういう夢を見てるんだよ。夢で悪かったですね。そういう夢を見ちゃいけないっていう法律でもあるんですか。そういう法律はないけどもね。とにかくもうあんな嫌がらせはやめてください。だからね、僕は第三者でしかないんだよ。嘘、グルのくせに二人で。グルじゃない。グルです。違うよ。違わない、私先生軽蔑します。どうしてだよ。どうしてってわからない、人の弁護士のくせに。だって大山さんは先生の事務所の人でしょ。彼だって一人前の弁護士なんだ。彼の仕事に私が口を出すわけにいかないじゃないか。ほらほら、またそうやって訳のわからないこと言ってごまかす。もういいです、もうほっといてください。ごまかしてるんじゃないってことが君はどうしてわからないんだ。じゃあなんであの人に変わったのか納得できるように説明してください。ちゃんと説明してくれなきゃ、私は大輔や健二にあんたたちのお父さんを卑怯者でってそう言っちゃいますよ。それじゃ脅迫じゃないか。まるでお互い様です。水割り、はい、さあ説明してもらいましょうか。ジュース、はい、もう小さいやつ、声で声が大きいのは生まれつきなんです。よかったらもう少し、ほら、女らしい声で。女らしい声ってどういう声なんですか。どうせ私は色気がないし、ガサツだし。いや確かにそういうとこは、いやそういうところはない。そんなことあります。それに男っぽいし。いそんな自分を卑下することない、君は今のままで十分。うん、ありがとう。十分何なんですか。え、十分なんですか。十分色気がないし、ガサツだってそうおっしゃいたいんでしょ。その逆だ。あれですか、同じ事務所にいても別々に仕事をやってるっていう。そうそうそう、そういうことだから、僕の仕事、大山君の仕事全部別々個人的にやってるわけだな。ああ、じゃあ結局私が先生をクビにしちゃったっていうこと。そういうことになるかな。あら、じゃあごめんなさいって言うのかしら。いやでもね、
弁護士やったらよくあることでも、弁護士なんてのはお客さんあっての水商売みたいなもんだからね。弁護士さんが水商売か。だから雇われれば泥棒の弁護もしなくちゃならない、まあ、そういう時は辛いよね。はあ、大変ですね弁護士の仕事も。でも立ち退きに比べれば泥棒の弁護なんてのは楽なもんだ。そうですか。立ち退き難しいよ。じゃあそうすると先生がうちの立ち退きの交渉でもう来るっていうことはないんですか。それはまあこれはもう大山君の仕事になったわけだからね。あのちょっといいですか。うちはほんの少しだけど無断で増改築してるでしょ、うん、あれは大丈夫、うんうん、まあそれはまあ程度問題だけども、うん、まああの程度なら多分、はい、うん、大丈夫と思いますね。あ、よかったよかったよかった。おかわり。しかし目がついよ。あれ、なんだか私だけで飲んでるのつまんないな先生。よし、じゃあ今日は少し飲んでみようか。本当？少しだけ。本当？いや、薄いの作ってくれる。え、いいね。知りませんから、もう酔っ払ったらどうなるかわからない。あれ？前後さんみたいになっても知らない。いいですよ、いいですよ。それじゃあまあ、立ち退きをクビになった、お祝いじゃないんだ、残念だね。とりあえず乾杯。はい、はい。あれ？ねえ先生、先生酔っ払うとどうなっちゃうんですか？どうなのかなって。いいじゃないですか、たまにはパーッと酔っ払って、そういうのもいいんじゃないですか？パーッと酔っ払いたいって思うことあるんだけどもね、うん、でもできない。それは大輔と健二が、あ、ごめんなさいね、私たちね、大輔君健二君なんてそういうもう堅苦しい呼び方はやめにしようねっての約束したの、あの遊園地の時から。確かに、うん、先生が再婚もしないでそうやって頑張ってんのは大輔と健二が大人になるまでそれどころじゃないって。いや、あいつはそんなこと言ったんですか。そう、でもそれは建前で、本音はいい人がいないだけだって。先生、いい人いないんですか。はい、いい人、うん、いない、いないこともないけど。じゃあ、そのいい人に乾杯。先生のイーストに乾杯。はい、乾杯。飲んでない先生。先生がうちの立ち退きの交渉にもう来ないっていうことは、ということは、ということは、うん、私たちはもう敵じゃないっていうことよね。そうだね、敵じゃないわけだね。ね、うん、じゃあ例えばあれでしょ。例えば何。例えば先生がうちの立ち退きの弁護士になってもいいっていうことよね。え、うん、え、いやだから先生が味方っていうこと、もう立ち退かないぞって白石商事と戦ってくれるわけ。いやいや、しかしね。あれ、なんしかしもおかしもないでしょ。ちょっと待ってくれ。え、いやだって先生初めて私に会った時言ったじゃないですか。何て言いました。え、だって僕にできることがあったら何でもいいから言ってくれってそう言ったでしょ、ね、じゃあ改めてお願いいたします。それとこれとはちょっと違いじゃないですか。うん、決定、先生がうちの味方、決定、先生乾杯しましょう。乾杯じゃそうはいきませんよ、こういうことは。飲んでいいじゃん。あら、はあ、あんたこんなとこで何してるの。何してって見てる、わかるじゃない。ああ、また焼け酒飲んでるんだ、かわいそうにね。何がかわいそうよ。水割り、はい、先生、はい、私今夜飲みますから。
この子は酔っ払う前に帰った方がいいですよ。立ちが悪いんだから。何言ってんのよ。どっちが立ちが悪いの。よく言うわね。ベロベロに酔っ払ったあんたはいつも介護してあげてるの。どこの誰よ。あらら、酔っ払いはこれだから困っちゃうよ。何よ、自分だって酔っ払ってゲーゲー地面に張り付いて、なんてこと。じゃあ聞きますけどね、うん、あの男が欲しいって電信柱にしがみついて絶叫しちゃっても誰よ。何言ってんのよ。まあ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 あんただけだよ、そうやって本気になってね、僕を怒鳴ってくれるのは。もっと怒鳴ってほしいな。あんたさ、もしかして変態じゃないの。変態でもいい。もう次言うことわかるでしょ。たくましく育ってほしい。子供も言うんだからね、僕は。もう今日盛り上がっちゃいましょ。あ、そうだそうだ。どうしました。いや、子供たち忘れてました、すいません。ちょっと失礼します。帰るんですか。私も一回帰ろう。みちあんたはいいのよ。なんで。あの、どうしてる。いや、どうかな。うちの子供たち来てないから。あの2階、これ階段上がってて2階に。はい。え？あ。あ。寝ちゃっ。今寝ましたから。あ、どうも申し訳ございません。本当に。ああ。先生。悪かったな。それじゃ。申し訳ありませんけども、どうもすいません。いいね。お父さんも泊まっていけばいいのにね。そうだな。旅行みたいで最高なのにな。そうだね。申し訳ございません。明日もう一番で迎えに参りますので。いえいえ、もう先生いいんですよ。どうせね、明日は日曜だし、お昼ぐらいでもお迎えに来ていただければ。それは先生、あのね、どうしちゃったんですか。一緒じゃなかったんですか。乾杯。乾杯。さあ決着つけようじゃないの。どうしてああいうこと人前で言うの。それも並木先生の前で。先生の前と人前と違うの。私違う。並木先生は二条院の担当じゃなくなったのに、どうして二人で飲んでたのよ。いいじゃない、私がどれと飲もうと。お待たせしました。三つ葉のおひたしとグリーンアスパラのベーコン巻き食べてみて。あら、あ、いける。おいしいでしょ。うん。あとしゃぶ肉の梅肉ソース作ろうか。あれ、あんたなんでここにいるの。これだもんな。さっきのさっきのことなんで忘れたの。二人で恋したからこんな格好してんだよ僕は。あら、言ったかしら。言ったでしょ。これから二人で対決するから、あんたも弁護士だったらどっちが正しいか裁けとかなんとか。言った言ったかもしれないよ。でその並木先生の前でおぞましい本性を見せてしまった件につきまして、弁護士として一言。ああもういい、そのことはいいわ。うん、いいか。うん。ああ、私ってどうして人前だったらすぐ喧嘩になっちゃうのかしらね。仕方ないわよ、未知の場合それが誠意なんだから。誠意が愛に変わることもあるんだよ。私ほら適当に相槌打ったりすることができないからね。私さ、この前言ったこと本当だからね。この前って？並木先生のこと。あの先生さ、なんか子供みたいなところがあってさ、弁護士のくせに女心がキュンってしちゃうんだよね。ごめん。お仕事ご苦労様です。2時間待ちましたが、お帰りにならないので置いて帰ります。ゆっくりよく噛んで食べてください。純子。
じゃあここで、今日は変なことで立ち会ってくださいまして、どうもありがとうございました。何を固いことをおっしゃって、このぐらい礼には及びませんよ。でもこれと立ち退きの件とは別ですからね。分かってます、私もその方がいいんで、別にしましょう。何回足を運んでもらってもここを立ち退きはありませんから。並木先生だって大丈夫だっておっしゃってましたからね。あ、並木先生のことをおっしゃって、そういう相談にも乗ってんだ。まあいいか。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。並木先生じゃなくて僕に相談に乗ってくれればいいのに。じいちゃん、どうしたんですか。勝負に来た。勝負。うん。ほら大輔、もっと丁寧に吹きなさい。返事は。はい。返事、ほら力が入ってない。はい。よしよし。一宿一飯の恩義よ。そうやってね、みんなうちに泊まってた人は掃除していくの。一宿一飯って分かる？分かんない。何それ。何よ。まあいいか。よし、じゃあさ、これ終わったらアイスクリーム食べに連れてってあげるからね。やったー。そう。あんよ、現金だな。ほら、ちゃんとやってる。どこで習ったんだい。あ、将棋ですが。いや、習ってませんよ。あんたがヘリと刺した詰将棋はな、15分で2段の難問だったんだよ、習ったろう。実は例の竜兵おじさん、あの将棋好きでして、おじさんから少し習いました。ちゃんと習ったよね。まあいいや、刺せよ。いや、僕が先手でいいんですか。何、生意気なこと。詰将棋と本将棋は違うんだぞ。言っとくけどな、私なんざお風呂の腹の中から生まれた時から将棋の駒を持ってたの。何の駒ですか。金が二つに決まってるだろうが。じゃあお先に。平凡な手差し上がって。そんな、だって言ってみるから、そんな奇抜な手があるんですか。あんた昨夜道とどこ行った。
いや、どこ行ったか聞いてるんだよ。いや、あの、あそこです。あの、ウェイブっていうと店があるんですけど。それからどこ行ったよ。それ、いや、それからは、あの、お宅に。いや、いいからさせよ。いや、これじゃないよ、こっちだ。いや、待ったらしい。おじいちゃん、そんなずるいですよ。いろんなこと言って、こっち、わかんなくなって。何がずるいのか、女の話ぐらいで動揺しやがって。そんなことだから、仕事の担当を変えられちまうんだよ。じゃあ、こっち戻しして。これです。はい。あんた、これいないのかい？いや、いませんよ。本当かい？本当に、いませんよ。あれ？子供たちかな？ちょっと失礼します。大山です。どうしたんだ？休日中どうもすみません。いやいやいや、まあ、こんな格好してますけど、ね、うん、これをお届けに上がったような虹の湯の資料じゃない。そうなんですよ。もう先生また担当してくださいな。私ダメです。ダメって君、そうはいかないだろう。だって白石社長がなんて言うか。ダメって言えばいいんじゃないですか。ほら、私って弁護士のくせに子供みたいなところがありますから。子供みたいなところ、あるでしょ君が。あるんですよ。まあそれはいや、ともかく困り果ててんですよ私は。で、もう一つ正直に言いますとね、敵には成り立ちないと、そういうことなんですよ。じゃあ私これから府中競馬場に行きます。ちょっと大山君、しかし急…そういうこと女の子に言うとモテないわよ。新しいお母さん料理うまいといいね。来るかな新しいお母さん。来るでしょいつか。お姉さん結婚しないの？うん、だってお姉さん相手いないもん。何見てんのよ。うん。まあ、私が勝つのは時間の問題だな。そうはいきません。あんたの弱点は分かってる。どんな弱点？でもおじいちゃんのね、将棋は何しても。父さん。おう。あんたの弱点が子供連れてきた。じゃ。おかえり。どうも。お姉ちゃんにアイスクリームごちそうしてもらったんだよ。それよかったな。掃除もさせられたけどね。偉いじゃないか。の、ゆうべはどうも。どうも、子供たちがすいません、お世話になって。あ、いえ。じゃあね、またね。バイバイ。さよなら。また来んで。浅井さん。ちょっと、お姉ちゃんと話しながら先に帰ってくんねえか。いいよ、行こうぜ、現地。車に気をつけてな。はい。横断歩道は？いや、よし。どうもすいませんでしたね、子供たちが迷惑かけて。ああ、いえ、迷惑だなんて、そんななんだかね、気が合っちゃって私の方が遊んでもらっちゃってるみたいで楽しいね。助かります。そんなお礼を言ってもらえることは何もしてませんから。それよりさっきうちのおじいちゃん、ああ、将棋、うん、お相手してくださったんですか。すいません、私が将棋できないもんですからね。いやいやいや。それより先生、お話って何ですか。その話っていうのは実はその、大山くんのことなんですけども。大山、なんだ仕事の話だったんですか。私ね、あの人が今度うちに来たら不法侵入で警察呼ぶつもりだったんですよ。しかし あなたがその彼の話を聞く態度を見せてやれば付きまとうことないと思うんですよ。じゃああれですか、なんかそういうのを適当に調子よく付き合えっていうんですか。いや、そういうことじゃなくて、彼はそのおだけ、そういうことです。ということは、じゃあ私たちはどうなの。
私たちですか。だから私たちはですね、また再びですね、立ち退きの件だけに絞って話し合いを。立ち退きの件だけに。そうですよ。だけに絞って。何か。ずるいわ。どうしてですか。この間は僕をクビになったんだなんて神妙な顔してて、それで何、昨日は昨日でもう立ち退かなくて大丈夫って言ってて、で今度は僕は担当になったって。まあ二枚舌の悪徳弁護士。二枚舌の悪徳弁護士、あなたはそれしか言えないんですか。まあ、自分で言うのもなんだけども、法曹界では腕利きの弁護士と言われてるんです。何が腕利きよ。戦闘一金立ち抜きさせられないで、これじゃ大輔健二のがよっぽど話が。子供のことは関係ないでしょ。あるもんだってアイスクリームをあげたし、それに遊園地にも連れてったもん。どうもありがとう。私はですね、あなたの家族全員の将来のことを考えて言ってるわけですよ。家族全員の将来を知らない少女か苦しいだか知らないけど、言いなりになっちゃってるだけじゃないの。それに第一、なんで自分の部屋に純子入れるわけ。純子さんはこの際関係ないでしょ。あなたはどうしてこの子、話が展開変わるんだ。あなた28歳だけども、精神年齢は10歳未満だ。10歳未満じゃ法律的にも結婚は無理だ。言ってくれたわね。3日しかないなんて大丈夫ですかね。やるしかないだろ。私話することなんかありませんからね。時間がないんだ。何それ。先生、何て言ったと思う。何て言ったのよ。